日会って織姫にも今日が最後だと思わせるよ。あんまり優しくするからさ、何かあったのと君はこぼす。宇宙の歴史で見てみたら米粒みたいな僕だけど、美味しいおかずを君が作るから僕はここに入れるみたいだ。淡い風が吹いてこいかな、これ大事にしちゃっていいのかな。次に君に会うのと皆既月食は100年後になっちゃう。